はい、どうも。今から地下鉄に乗ります。乗り方のね、乗り方のですね、ちょっと説明とね、したいと思いますよ。じゃあ行きましょうか。暑いね今日は。よし、まあ6号線10号線とか何とか号線とかつっててこう、まあいろいろ色分けされてすごく分かりやすいんですけども、路線はね、あとはその自分の行きたいところの路線と、あとはそのね、その駅からと、まあ、交わってるところは乗り換えて乗り換えをすると、まあ普通のね、駅の使い方とっていうか電車の乗り方と一緒です。まあこれね、これまあチケットをこちらで買えますよと、もう今大体こういうアイコンで説明してるので分かりますよね。あとはまあこれ駅の、まあ、切符ですよと、表ですよね、表、ピャオですね。はい、行っちゃいましょう。まあ、中国は日本と同じ漢字なので、漢字文化なので、もともと中国から来てる漢字文化ですから、ちょっと勉強すればね、なんとなく分かりますよね。どういうことを書いてあるのかというか、示しているのかというのはね。この辺結構服飾のというか、服屋さんが結構いっぱいあるところなんで、服が好きな方だとね、見に来てみてもいいんじゃないでしょうか。さあ行きましょう。ちょっとね、そうないと。チケット売り場はどこ、 ありましたね。はい、こちらです。はい、こちらチケット買うときはまず行きたいところをね、見ます。で、僕らここは10号線なので、10号線をまず押しちゃいますね。10号線とこちらにありますね。10号線をポチリンとと、そうするとこうバーッと駅名があります。今僕らがいるのが、ここなのかな。うん、でここからずっと行きたいところが、この虹橋駅、こちらポチッと押しますと、そこまでのいくら 4元と出ますね。で、まあ、僕ら今日は2人なので、2人でお金を入れるのかな。そうするとこのように、チケットが2枚、チケットというかこうカードですね、カードがこう2枚出てきました、はい、でお釣りも一緒に出てきますという具合です。でですね、お乗り方は、今ね結構セキュリティがね厳しくてこんな感じになっちゃってますけど、でこれチケットはね、ここにポチンとこうまずかざしてください。そうすると OK と出ますんで、押していくと、はい、そんな感じです。これね、ちゃんとね持っといてくださいね、出るとき必要ですから。普通の切符と一緒です。はい、では参りましょう。はい、この知らない場所、知らない土地に来た時にね、一番厄介なのがこの駅ですよね。一体どっちに自分は行ったらいいなって時に、この上海のね、この、路線図を見てもらうと、色がついてる方に進みますよと、色がついてる方に進むんだぞと。だからこれね、自分が行きたい方向の駅の方に、行けばいいので、だからこちらとこちら左右どちらの、乗り場に乗ったらいいのっていう時はすぐね、分かりますよね。これがすごく便利でいいかな。日本だとほら分かんないじゃん、駅について。あれどっちなの、どっち向き、何々方面行きってしか書いてないでしょ。そう、何々方面が分かんないんだっつうのみたいなね。だから結構上海は、親切にできてると思います。分かりやすさがすごく僕はいいと思いますよね。日本もこんな風にもっと分かりやすくやってくれたらいいな、いいのになと思うんですよね。はい、地下鉄の乗り方と、切符の買い方、詳しくご説明したいと思います。はい、こちら画面がありますね。この駅にこういうね券売機があります。まあ、こうやって見ていただいて、まあ、ここね色分けされててこうぐちゃぐちゃなってますけど、まあ、1号、2号、3号、4号、5号、まあ、10号線ぐらいまであるのかな。結構いっぱいありますよね。で、この時に自分の行きたい駅名をねまず見るんですね。で、その自分の行きたい駅名、例えば、まあ、南京トンルーラとか西安寺、
まあ、いろんなところありますけど、それが何号線にあるのかなというところをまず見ます。それで、まあ、とりあえずそうですね、西安行きたいなと思った時に、自分のその最寄りの今一番近いところの駅からどう行くかと、まあ、日本のね、うん、電車の乗り方と一緒ですよね。まあ、それで西安駅が7号線と、こう緑の2号線がありますよね。まあ、一番今僕は今南京トンネルにいるから、じゃあ西安に行きたい、まあ、2号線を使います。で、2号線のところをこうタップしてください、ポチリンと。とそうすると自分が今いる南京トンネル、まあ、僕は今ねここ南京トンネルじゃなくて、あのこの、新天地ってところにいるんですけども、そこで見た方がいいかな、まあいいか、南京トンネルから、西安までいくらかなと。で、そこでボタンをポチッと押すとそこまでが出る。ちょっとごめんなさいね、わかりやすく今私は、10号線沿いの、ここ、なんだ、新天地どこにある、あ、ここね、新天地ありますね、新天地にいます。で、ここ新天地はね、新天地、本駅、新天地、新天地から、じゃあ例えば4円に行きたいですよと、4円に行きたいですよって言って4円をポチッと押すと、そうするとここに4円までの行き方、行き方じゃない、料金ですね、3元で1枚で、トータル3元ですよと。ほんで1枚、2枚、3枚、まあ、お二人でね行ってる場合だったら2枚でポチッと押してもらうと2となって、でトータル 6元で、お金をこちらに6元カチョンカチョンカチョンって出るか、こちらに、紙幣をね左寄せにしてこう入れてもらうとスッと入って、お釣りもそのまま出てきてカードが出てきますんで、そのカードを使ってこの乗っていただくというわけですね。まあ、非常に分かりやすくなっておりますので、そんなに難しくないです、ね、タクシーばっかの移動もねいいですけども、たまにはこう電車を使ってね、地元の人のこの生活を体験してみるというのもいいと思います。はい、結構安くね行けますからね、おすすめですよ。では新天地に行きたいと思います。